スチレンブタジエンゴムの構造式、スチレンブタジエンゴムは代表的な合成ゴムであり、スチレント1、3ブタジエンとの共重合体である。スチレンゴムあるいは SBR とも呼ばれる。耐熱性、耐摩耗性、耐老化性、機械強度等に優れる一方、耐寒性や引き先き強度においては他の汎用ゴムより劣る。品質が安定し良好な加工性を示すため、 自動車用タイヤ材として最もよく使用される。現在、最も多量に生産されている合成ゴムである。スチレンブタジエンゴムは、スチレンとブタジエンとの重合体に加流することで得られる。スチレン含有率23.5%ものが主流である。スチレンブタジエンゴムの安定性はスチレンに含まれる。ベンゼン管に由来する。スチレンと1、3ブタジエンの強重合により得られる。 これに加流することによって、弾性や強度を加える。スチレンガ有量や、加流度によって、品質を調節する。重合形式は、ラジカル重合である乳化重合と、アニオン重合である、溶液重合とに対別される。乳化重合から得られた、スチレンブタジエンゴムは、S 部と呼ばれる。一方、溶液重合から得られたゴムは、SSBR と呼ばれる。 SSBR は S 部と比べポリマー設計の自由度が高いこともあり、近年開発が進められている。スチレンブタジエンゴムは1930年代にドイツで開発された。当時、第一次世界大戦後の増大するゴム需要から先進各国では従来の天然ゴムに代わる人工のゴムを必要としており、合成ゴムの研究が進められていた。 天然ゴムの主成分であるイソプレンゴムの構造を参考に開発された。製品はブナエスと名付けられ、エス部方式で工業化された。その後、第二次世界大戦中にアメリカで政府管理の合成ゴム計画の下でグレーンエスとして軍需用に大量生産された。戦後、先進国における自動車の大衆的普及を通して需要が拡大しており、 2013年の世界、供給量は、供給能力ベースで合成ゴム全体の約36%を占めるに至っている。耐水性、耐アルコール性、耐塩気性に優れるが、エーテル、トルエン、ベンゼンなど有機溶剤や、石類、有機酸、高濃度の無機酸への耐性に乏しい。二重結合を有するため他のゴムと、同様、強い酸化力を持つオゾンに弱い。 物的には特に耐摩耗性に優れ、強度特性も良好であるが、引き先強度、耐火性が低い。ガス透過性はほとんどない。太陽温度範囲はおよそマイナス60から摂氏100度で、弾性が若干低く、動的発熱が大きいことが欠点である。工業用品全般、特に自動車用、タイヤ、ホース、履物、防振ゴムなどに使用される。実体では、 他種のゴムと混合して使用することがほとんどである。分子構造を精密に変換できる特質からタイヤに製品化した際の転がり抵抗やグリップ性能の機能が向上するため低燃費タイヤの原料として知られる。住友科学は1977年から SSBR の研究開発を始め、アサヒゼオンケミカルズと共にシンガポールのジュロン島において SSBR のプラントを開設し、世界最大の合成ゴム製造拠点の一つとなった。SSBR は2014年現在、経済産業省が定める、機能性材料のモビリティ部門における、高付加価値素材として位置づけられている。ありがとうございます。